書いても、はい、条文自体がすごくずらずら長くてですね、うん、しかも、議論の中では違憲だという話の大合唱で、はい、まあ、なかなか審議は進まない、まあ、はい、言いにくいんですけど、はい、でしょ、はい、その時にそれに引っかかってなって我々がまたそこをちょこちょこっと直すようなことをぐずぐず言ってたのでは、何を維新は考えているのか国民からますます分からなくなりますよというのが一番橋本さんの、おっしゃった。それ政府に対する批判としては分かるんですけど、政府にこだわらずに維新の党 の、 その主張というか考えをはっきりと提示する方がいいよと。ただここにこうさっき立本さんが出てたようなその維新案 の、 この取りまとめ、うん、これについて例えばここを修正しろとか修正するとかですね、ここは削除するとかそういう結論には勉強会ではなったんですか。なってませんよね。いや2、3の点は、はい、やはり修正しなきゃいけない部分があると、はい、今作業してます、うんうん、ただここに書ききれなかったぐらい、はい、たくさん僕らの、はい、独自の内容がありますから、はいはい、その全部について言われたんじゃなくて、はい、一番審議中期自体ですが、はい、分かりにくい部分について、はい、本当に明確にしろというのが中心でしたね。結局最終的に終わった後、橋本さんはまあ、皆さんにちゃんと話し合ってくれていい結論出してくればいいみたいな、こんなニュアンスも話しですから、その自分の言った趣旨を対して、はい、まあ、私が自分方のトップになりますけども、はいはいはい、きちっと手を入れるとか手を入れてくれと、うん、いうことであれば、うん、それで分かりましたということでしたので、うん、だから何もしないということじゃなくて、うん、言われてきて、また江田さんという前の代表もいますからね、はいはい、江田さんからもやはり理論的ないろいろ指摘を受けてますので、うん、まあ、そういったその党内のいろんな見識を持った方からのアドバイスを、うん、溶け込ました形で、うん、今ちょっと調整 し直しております。なんかこう橋本さん の、 そのツイッターにおける勢いとその全体討論の場においてどういうやり取りがあったのかわからないままに終わってみたら急に静かになっちゃったって印象があるんですけど、そんなことないですけど、小野さんを具体的にどういう形で橋本さんをこうなんていうか沈静化させたんですか。2時間半もその、まあ議論がありましたからね、はい、それは何もなくてってないし、はい、まあ、僕が言ったのはむしろ議論というよりは実際に4年半官邸でその大きい関係を受けましょう、はい、いろんなケースがあったと、新鮮事件もあったし、はい、アフガンもいない。